どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトラストでできる駐車停対策となります。トラストの射程を考えると、駐車停は対面で必ず抑え込みたい相手ですよね。強ポジからのカバーや攻めの切り替えなどを幅広く動かれるので、敵の駐車停を抑えることで味方を有利にしたいところです。そこで今回は前回の単射程に続き駐車停の対策をまとめていきたいと思います。駐車停の定義は試し撃ち場の射程 3.0 から 4.4 を対象にしたいと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。今回対象となる武器はこちらです。左上から 3.0、 右下に向かうほど 4.4 となります。結構数多いですね。で、今回のものに関しては、ウィキを参照しています。今回の数値もローラーの縦振りなどは考慮せず、横振り伸びで考えています。で、スピナーやチャージャーが多くなってきてますが、一撃が重たい武器が多いように感じます。弓として有利なように見えても、少しでも被弾するときつい武器が多いので、近づけないというのが基本大事にしたいところかなと思います。ただ全体的に塗りがそこまで強くないので、足場を取るだけでかなり有利に立ち回れそうなのも見てて面白いですね。では次は各対策に行きたいと思います。まず意識したい対策としては、最長射程で追い込むことかと思います。先ほどの武器を見てもらうと分かる通り、近づけると厄介な武器が多いです。近づくといってもある程度射程を生かして戦えるので、壁裏からの攻撃など遮蔽物を使って攻めてくる可能性が高いです。そのため近づかれた時に対策をするようでは間に合わない可能性が高く、辛い状況になりやすいですね。ここで大事なのは、最長射程で最初から近づけれないようにするということが大事です。これにより相手の有利な遮蔽物へのポジ取りを少しだけ遅らせることが可能になるからです。またダメージを与えれないにしても、爆発矢が弾幕となって動きを鈍らせることが可能となります。一番は相手を弓の間合いに入れないことです。味方と協力をすればカバーもしやすいので、射程を生かして攻めたいですね。また最長射程を生かすのであれば、ジャンプ打ちなどを活用して射程を伸ばしてコントロールしましょう。あとは壁裏など待機しやすい場所にも置き打ちをしておくと、ポジ取りが難しくなるので、射程を生かして打っていきたいところです。続いての対策は味方の対面に合わせることです。これが非常に重要なことで、中射程を落とすには味方の力を借りるのが一番かと思っています。理由としては、場所の炙り出しとキル精度を上げるためです。まず場所の炙り出しですが、機動力がそれなりにあるので場所が点々とします。すべての敵を管理できれば問題はないんですが、復帰直後や視界が一度離れたりすると見落としてしまいます。ルール関与などするとなおさらわからなくなりますね。そこで活用するのが味方です。駐射程の武器としては、近づいてくる単射程はある程度相手にしやすい武器のため倒しに来ます。そこをカバーする目的で味方を見ていると発見がしやすいというわけです。うまくカバーできれば味方の生存時間も伸びるので、チーム全体が有利になります。続いてのキル精度を上げるですが、足場を全員に奪ってもらったり、対面時に動きが鈍ることによって狙いやすくなるためです。駐車点の武器についてですが、攻撃を開始すると移動速度が鈍くなる武器が多いんです。その時がチャンスなんですよね。ですが、面と向かって対面をすると相打ちになる確率も高いので、味方に視線を向けて挟み撃ちにするのが効果的です。一度に2人は攻撃できないですからね。さらにキルを取れれば味方の生存にもつながりますし、状況を好転させることも可能となります。こちらのキル力が高ければ問題はないんですが、上に行くほど難しくなるので、味方に合わせるのも一つの手段かと思います。続いての対策は、一角と爆発矢で牽制するです。味方を活用するなど話はありましたが、結局は駐車艇に対してキルが取れないと難しいと言えます。弓の射程は確かに長いんですが、弾速は他の武器に劣るため避けられやすいですし、外しやすい性能をしています。射程有利だとしても、チャージしている間に追い詰められると終わることも多々あります。
そこで求められるのはやはりキルの連動になるわけです。特に1角は安定とまではいかなくても1試合に数回は取れるくらい要求されます。ではどうやって1角の精度を上げるのかというと、先ほど話した味方の対面に合わせるというところです。この状況というのは敵が一番視線を反らしていて体を出してしまいますし、狙いやすい場面となります。まずはこの1角をしっかり取っていきたいというところです。続いて爆発矢ですが、これもかなり有効です。中射程の相手といえど前線の味方が攻めてくれているのでダメージを負っていることがあります。この時に1角だけではなく爆発矢で冷静にキルができるかが重要です。特に大事なのは被弾状況を見極めれるかです。被弾状況次第では1角ではなくても爆発矢で十分倒せますからね。もしこのようなシーンで1角を狙って取り逃がすということがあるのであれば、一度爆発矢を活用してみてください。また爆発矢に関しては炙り出しで使用して逃げている敵にフルチャを当てるという方法もあります。爆発矢起点を考えると攻撃の幅が広がるんですよね。1角と爆発矢をうまく混ぜて使ってみてください。続いての対策はポイズンを活用するです。反射程の時では場所潰しのために使用していましたが、中射程に対して圧をかけるために活用します。中射程の場合、短射程のように足場を整えるが難しいところがあります。またインクの消費も激しいので投げたタイミングでは枯渇状態で何もできなくなります。メインやサブを使った後に投げると効果的かと思いますが、動きが鈍れば前衛と協力して潰しにかかることも容易になります。ポイズンによって予測がしやすくなるんですよね。またメガホン単体ではキルすることが難しいのですが、ポイズンで足場を奪えばメインとメガホンでキルを取りやすいです。ポイズンの機動力を奪う力も最大限活用できるんですよね。ですが注意も必要です。そもそもポイズンを投げるにしても射程的に中射程の間合いになります。投げる際は1対1の対面ではなく2対1や高所を取って倒されない場面で使用するのがおすすめです。はい、ということで今回はここまでとなります。トラストでできる中射程対策はいかがでしたでしょうか。短射程の時はなるべく近づけないことを中心に話しましたが、中射程となると抑えのための工夫は必要かと思います。個人的には中射程を抑えるのが弓の仕事かなと思っているので説明はしやすかったですね。皆さんも武器を参考にオリジナルの対策を考えてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。